9月の14日です。今日は、玉ねぎ早生タイプと中手ですね、2種類の、種まきを、したいと思います。今日の種まきはこれ288のセルトレイを使って、この中に種をまいていきます。一旦軽く土を入れてから同じセルトレイを2枚合わせにして、土を押し込んでやります。そうすると大体半分ぐらいまで、土が、押し込まれますので、その上にまた土をかぶせてあげます。まあ、こうすることによって、セルの一つ一つの中に土がしっかりと入れることができるということです。で、上の砂をこう払った後にもう一度同じように押さえ込みます。これで少し、土が下がりましたので種まきをしていきたいと思います。まずはソニックからです。種まきの時期はだいたい9月の第2週ぐらいを目安に種まきをします。定植がだいたい11月の10日前後になります。そうするとちょうどこれぐらいかな。大きくもなく小さくもない苗が出来上がるということになります。
結構疲れます。やっぱり288を巻こうと思ったら結構時間かかりますね。まあ僕はこうやったあの道具を使ってやるからまだいいんですけど、これ手でやっていこうと思ったら結構時間かかります。とりあえずこれで種まきが終わりました。覆土にバーミクライトを使って覆土をします。種まきが終わりましたので、トレイをドブ付けしたいと思います。よちょっとトレイが浮くぐらいの量でいいと思います。浮いてますね、これ。これで15分間ぐらい漬け込んで、それから上に上げるということです。以上で、玉ねぎの種まきを終わりたいと思います。今日の動画、もしも気に入っていただいたらチャンネル登録よろしくお願いします。この後はね、だいたい3日後には発芽してきます。そして発芽したらまず一番最初に、消毒をするわけですけど、そして、ある程度大きくなったら、露地の方に、このセルトレイごと移動して露地で育苗をするということになります。まあ、そういった動画もですね、また編集して、アップしていきたいというふうに思いますので、今年種まきから始めたいという、家庭菜園の方がおられればですね、その動画を見ていただいて、参考にしていただければ幸いです。それでは今日はこの辺で。バイバイ。